おはようございます。今日は2月の20日、ね、第3週、何かこうやはり日増しに春めいてきたなという感じがいたしますね。その中今日は小谷さんの洗礼式が行われて、本当に感謝でございます。神様のなさる御業の不思議をですね、つくづくと味わっているようなところでございますけれども、今年はですね、イエス・キリストの弟子にみんなでなりましょうという、目標を持ってですね、ではキリストの弟子、イエス・キリストの弟子とはどういう人なのか、またキリストの弟子として生きるというのはどういうことなのかということをお話をしております。クリスチャンは卒業しましょうですね。クリスチャンじゃいけないのかって思われるかもしれませんが、クリスチャンであることはもちろん当然のことですけれども、ただイエス・キリストを信じているだけではですね、そのイエス・キリストを信じている本当の楽しさとかね、喜びというものを味わうことができないんですね。イエス・キリストの弟子となって初めて、キリストの弟子として生きて初めて、イエス・キリストを信じる者の本当の喜びというものが与えられます。そういう意味で、イエス・キリストの弟子とイエス・キリストを信じる者、クリスチャンというか信者の違いはこういうことだということも、いろいろ話をしてまいりましたけれども、今日からはですね、実際にそのイエス・キリストの弟子として、選ばれた人たち、彼らのことを取り上げて、お話をしていきたいと思います。皆さんはイエス・キリストにが選ばれた12人の弟子ですね、この12人を特別に使徒とイエス・キリストは呼ばれましたけれども、この12人の名前をご存知でしょうか。皆さん覚えていらっしゃいますか。12人みんな言えますか。昔教会、私に小学校で歌で覚えたんですよね。歌も途中までしか覚えてないんですけど、弟子といえばシモン・ペトロですね、それからマタイとかヤコブとかね、皆さんこれ指折りこう数えてますけどね、別にテストしてるわけじゃないですから、この12人なんですね。シモン、ペトロと呼ばれた、ペトロというのはイエス様がつけたあだ名ですから、ペトロと呼ばれたシモン、それからその兄弟アンデレですね。アンデレとシモンは兄弟ですね。それからゼベダイという人の息子たちであったヤコブと、そしてヨハン、この二人も兄弟です。それからフィリポとバルトロマイ、別名ナタナエル、ヨハネの福音書にはナタナエルと書いてあるんですけど、おそらく同一人物だと思われます。それからトマスね、疑り深いトマス、徴税人であったマタイ、そしてアルファイの子ヤコブという人が出てきます。あらかじめ言っておきますが、このアルファイの子ヤコブはそのリストしか出てこないので取り上げられません。他に何の説明もない人なんですね。すごいいっぱい話書いてある人もいれば、ほとんど書いてない人もいるんです。それからタダイ、この人のこともほとんど書いてないです。リストがマタイとマルコとルカにあるんですけども、タダイと書いてあるところもあるし、ヤコブのこうユダと書いてあるのもあります。それから熱心党のシモンですね。熱心党という、今でいうところの右翼でしょうかね、それも極右ですね。今でいうところのというと、今で言えばですね、まさにイスラムの原理主義みたいな、その革命を起こしていく、テロを起こして、そして国を変えていこうとした人たちですね。そのグループの出身者であるシモン、そして最後はイエス・キリストを裏切ったイスカリオテのユダですね。この12人なんですね。いろいろ詳しく書いてある人もいれば、さっき言いましたようにほとんど書いてない人もいるので、全員を取り上げるというふうにはいきませんけれども、誰から行こうかなと私も考えて
おりましてね、まあ、さっきも最初出ちゃいましたけども、今日はこのフィリポという人をね、取り上げたいと思います。新海聖書を公約書するとフィリポと書いてある、フィリポと書いてありましたけども、新教徒はフィリポになっているんですが、フィリポという人について皆さんはご存知でしょうか。フィリポ。フィリポ。おったなみたいなね。そういえばっていう感じですよね。フィリポ。で、まあ、4つの福音書のうち、マタイとマルコとルカにはほとんど何も書いてありません。フィリポについては。ところが、ヨハネだけは割といくつかこのフィリポについて書いてある。でまあ、今からそのフィリポについて書いてある記事を取り上げますけれども、まあ、お読みになったら、あ、そういえばここにあったなということは皆さん思い出されると思うんですけれども、じゃあフィリポってどういう人物かって言われても、なかなか描けないと思うんですよね。ペトロはなんかこんな人だったとか、ヤコブはこんな人だった、ヨハネはこんな人だったなって、こうなんとなくイメージが浮かぶと思うんですけど、フィリポはどういう人だったかということをですね、今日はお話ししたいと思います。まあ、多分私、牧師やってる間もう二度と取り上げないと思います。なかなか話が広がらない人なんですけど、一回の話ではなかなか面白い話です。なんか予告して自分が喋って変な感じですけども、まず最初に出てくるのはですね、ヨハネによる福音書の1章なんですね。ヨハネによる福音書の、まあ、聖書をお持ちの方は開いていただいたらいいと思うんですけども、ヨハネによる福音書の1章に出てくるということは、ごくごく最初から名前が出てくる人ということなんです。で、一章には最初に、シモンとですね、そして、アンデレ、この二人の証明のことが35節から出てきます。その次に出てくるのがフィリポとナタナエル。ナタナエル、先ほど言ったバルトロマイとも別のところで言われておりますけれども、43節から言いますと、その翌日イエスはガリラヤへ行こうとした時にフィリポに出会って、ここですね、その翌日イエスはガリラヤに行こうとした時にフィリポに出会って、だからシモンやアンデルと同じように、まあ、偶然出会った感じですね。フィリポに出会って私に従いなさいと言われて、でまあ街ですれ違っていきなりついてこいってのもちょっと変な感じですから、まあ、おそらくシモンやアンデルもそうであったように、彼もバプテスマのヨハネの弟子であった可能性があります。ですから、まあ、それなりに何かこう道を求めていたという人であることは間違いないと思うんですけれども、でももうイエス様は私に従いなさいと、単刀直入ですね。こういう利点があるよとかね、リクルートみたいにね、この会社入ったらこんないいことありますよと、私の弟子になったらいいことあると、そんなこと全然言われません。私に従いなさいと。で、彼はついていくわけです。で、次の44節に、フィリポはアンデレとペトロの町、ベトサダイダの出身であったと書いてある。ですから、ペトロやアンデレと同じ町の出身でしたというから、まあ、漁師であった可能性もあります。でも、彼の職業については書いてあります。で、フィリポはナタナエルに出会っていった。私たちはモーセが立法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人で、ヨソフの子、イエスだと。まだ出会った。でその直後に、自分の友達というか知り合いであったナタナエルに、ナザレのヨセフの子イエスというのは旧約聖書に約束されている、予言されているメシアに違いないと言っているわけですけど、おそらくこの44節と45節の間には少し時間の隔たりがあったんですね。そのイエス様についてこいと言われて、そのままナタナエル迎えに行ったらおかしな話ですから、多分そこで、まあ、何日か何週間かあって、このイエス、キリスト、イエスという方をフィリポはいろいろ見てですね、あるいはその話を聞いたり、あるいはこの間にイエスがいろいろ印をなさったりということもあったかもしれませんけれども、まあ、いずれにしても、そのイエスに出会ってフィリポは、この人は旧約聖書に預言されているメシアだと確信したんですね。それで友達のナタナエルに言ってるわけです。するとナタナエルは、46節ですが、ナタナエルがナザレから何か良いものが出るだろうかと言ってる。ナタナエルっていう人はこの後イエス様とのこの会話が出てくるんですけれども、非常にこう、まあ、なんて言うんでしょうかね、清く正しい人で、こう信仰深い人であったわけですね。で、
でもこのナタナエルの頭の中にはナザレなんて田舎の町からこのメシアが出るはずがないっていう気持ちがあった。でそれに対してフィリポが言ってるんですね。来てみなさい、そんな死の子の言わずに来いよと、来てこのイエスという人物を見てみろよと、で出会ったらきっと君もそのことを確信するはずだと、こう言ってるわけです。でこの辺にちょっとフィリポっていう人の、人物像というかですね、性格が出てきているように思います。でもフィリポの話は、まあ、ここではこれでおしまいですね。でこの後ナタナエルとイエス様の話が出てくるんですけれども、その次に出てくるのはヨハネによる福音書の6章です。6章にはイエス・キリストが男だけで5000人の人に5つのパンと2匹の魚で、食事を与えて、みんな満腹になって、余るぐらいあったというその奇跡のお話ですね。有名な奇跡ですね。イエス・キリストがされた有名な奇跡のお話です。他の福音書にはこのフィリポとイエス様の会話については記されていないんですね。でこのヨハネ福音書だけには書いてあるんですけれども、6章の5節から読みますと、イエスは目を上げ大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポにこの人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。フィリポにもう大勢の人がこう、ね、イエス様のところに集まってきて、でみんなもう多分朝からか前の日からずっともうイエス様にくっついてるから、みんなお腹空かしていると。でどこでこの人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかってイエス様した。これはですね、この近くに大きいパン屋あるかって聞いてるわけではもちろんないわけですよね、でもフィリポはイエス様にそう言われたと誤解してるわけですね。いやそれはね、フィリップ、ご自分では何をしようとしているのか知っておられたとヨハネが言ってますから、イエスはもちろんこのどこかで大量にパンを買い込んで、これからみんなに食べさせようとしているわけではありません。そんなものはないし、みんなが持ってないということも分かっているから。でもこの人たちを何かやはり特別な方法でイエス様は彼らを満腹させようと思っていらっしゃる。でもフィリポにまずですね、どこでパンを買ったらいいかと聞かれているわけです。それに対してフィリポは7節ですね、メイメイが少しずつ食べるためにも200デナリ4分のパンでは足りないでしょうと答える。200デナリオンというとですね、1デナリオンは当時の1日分の給料と言われています。だから今1万円と考えて200万円ですね。1個100円のパンで2万個なんです。男だけで5000人と書いてありますから、結構いい線いってるんですよ。まあ女子供もね、まあ、女子供と怒られますけども、まあ、男性だけで5000人ですから、ごめんなさいね、別に差別してるわけじゃないんですよ。まあ、聖書はそういうふうに。でもまあみんな入れたら、まあ、何千人もいるわけですから、まあ、2万個あっても足りませんよってね、こう瞬時に計算してるんですよ。だからなかなかね、そのなんか適当なことを言ってないんですよ、この人。で私この話を考えてた時にふと思ったのは、どういう計算したのかな、あるいはこの人たち九九を知ってたのかな、バーッと見て、何万人で1個100円で、何かけてなんぼとかですね、こう計算してるわけですよね。でもこう言ってますよね、めいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと言ってる。だからそんなことは不可能ですよって言ってるわけですね。仮にそれだけあったとしてもダメですよ。だからイエス様がこの人たちにはどこでパンを買ったらいいだろうかと、どうすれば満腹させるだろうかと聞かれることに対して、フィリポはいやイエス様さんね、そんな200万円分パン買ったってお腹いっぱいにならないんだ、そんなの無理ですよ、こういう非常にまあ現実的だけれども、ゆえにイエス・キリストに対するちょっとこう、まあバカにしてるわけじゃないけれども、そんなことは無理ですよと、何かイエス様の、まあ、もちろん真意を理解してないということもあるわけですけれども、対して突き放したような言い方をしています。
で、弟子の一人でシモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいます。けれどもこんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。アンデレはちょっと違ってるんですね。ここに5つのパンと2匹の魚を持っている少年がいると。まあ無理だと思いますけどっていうね。でもあるんですよと。とりあえずありますと、ええ、持ってきてるわけです。これがアンデレっていう人ですよ、ね。まあダメだと思うけど、まあこれだけありますから。そしたらイエス様が人々を座らせなさいと言われて、そこには草がたくさん生えていた。男たちがそこに座った。その数はおよそ5000人であった。さてイエスはパンを取り、感謝の祈りを備えてから座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えられた。人々が満腹した時、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいと言われた。集めると人々が5つの大麦パンを食べた。なお残ったパンくずで12の籠がいっぱいにあった、ね、こういう奇跡ですね。だからここのそのフィリポに対するイエス様の、この、まあ、ヨハネは試すためであったと言ってますけれども、おそらくイエス様はフィリポという人が非常にこう、まあ、現実的な人で、まあ、言ってみますね、リアリストというかですね、現実主義者で、でもその壁を乗り越えられない、今見えていること、自分が理解できることは彼は確信を持ってできるんだけれども、それを超えていけない人だということを感づいておられたんだ。だからここでフィリポに、まあ、ちょっとしたまあ、テストというかですね、まあ、訓練として教育を施されているということがわかります。そして最後にフィリポの話が出てくるのはもっと強烈な話なんですけれども、ヨハネの福音書14章ですね。これは、まあ、いわゆる最後の晩餐と言われる十字架にかけられる前の晩の食事の話です。でヨハネはそのあたりの話をすごく長く書いてますけれども、14章の8節、まあ、その前の6節から読みますと、イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できます。このお示しくださいというのはですね、新改訳聖書は見せてくださいと訳していたと思いますけれども、言語の意味はですね、これは展示してくださいという。ここに展示してくれと。つまり自分が見てわかるように。イエス・キリストは常々、自分は父のもとから、父というのはつまり天の神のことですけれども、天の神から使わされたものであって、私は天の神の言葉を語っているし、天の神の技を行っているんだと常々言っておられましたし、最後もそう言われているわけですけれども、フィリポは、イエス様、天のお父様を私の目に見える形で示してください。そうすれば満足できます。そうしなければ私は満足できないんだと。それに対してイエス様はこうおっしゃいました。イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。今日の御言葉は、ね、ここにしようと私は思ったんですね。こんなに長い間に私一緒にいるのに私が分かっていないのか。これはイエス様がいつも私たちに対して思っておられる言葉ですよ、皆さん、ね、聖書に書いてあるんじゃないんです、これはね。こんなに長い間いるのに私が分かっていないのかと。イエス様はいつも私たちの信仰生活をご覧になって嘆いてらっしゃるんですよ。こんなに長いこと教会に来て、ね、聖書を読んでお祈りしているのに、あなたは分かってないな。神様、どうぞ私の見える形で示してください。そうすれば満足します。いつもそう言ってるんです。イエス様は嘆かれました。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私に御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにより、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしで信じないなら技そのものを信じなさい。はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。イエス・キリストは、
私たちが目に見える形で神を体験するために人となって来てくださいました。神の子ですね。ですからその存在は明らかに人間とは違っていた。そのなさることは先ほどの奇跡もそうですけれども、人間の技ではない、まさに神の技を行われていたんですね。にもかかわらずですよ、フィリポはイエス様の弟子で、早くからイエス様と一緒に行動して様々な奇跡や印を見て、その言葉を聞いて、イエス様がいろんな人と出会ったりしていることを散々見ているうちにいたのにね、最後の最後、一番肝心なところです、私は神を見なければ満足できないと言ったんですね。イエス様にとってね、多分こんなに悲しい発言はないと思うんですよ。でも多分人間ってのはこういうもんだ。聖書をいくら読んでイエス・キリストの言葉を聞いて、そのあるいは時には本当に神様は生きておられるなというようなことを感じたとしても、私たちは最後の最後に本当の神を信じるということが難しい。この目に見える体で感じることのできる社会に生きているがゆえにですね、その限界を乗り越えられないという意味では、まあ、フィリポと同じだろうと思うんですね。まあ、今の話をまとめると、まあ、リアリスト現実主義者の限界と書きましたけれども、最初にイエス様から召されてですね、彼はイエス様の言動から旧約聖書に約束されているメシアだと思った、ね、だから知り合いのナトナエルにも来てみなさい、だからこの来てみなさいという言葉が意味を持ってくるわけですね。とにかく見てみなさいと。いや、ナタナエルはやはり自分が見えること、感じられること、触れられること、そういうことの中に、まあ、真実をというか、彼はそこで確信を持てたタイプの人ですね。イエス様はそういうことをご存知だったから、多くの人がお腹を空かせてイエス様の周りにいるときにフィリポに聞かれたわけですよ。どこでパンを買ってきたらいいか、どういう答えをイエス様は期待しておられたでしょうか。どういう答えが良かったんですか。理想的な答えは何だったんでしょうか。皆さんどう思います。皆さんならどう答えられます。礼拝が終わって食べるものがないけれども、ポプラ行って何か買ってきてくれるか、ね、そうですね、3万円ください。イエス様が期待しておられた答えはおそらくですよ、まあ、聖書には書いてませんけれども、ね、ここにはパンはありませんけれども、しかしあなたはこの人たちを満足させられます、あなたはこの人たちを満腹させられることのできる方です、そう多分言ってほしかったんじゃないかなと思います。でもフィリポはそれができなかった。現実を正しく分析できた人ですけどもね、正確に、さっきも言いましたように、まあ、1人2個ずつでとか3個ずつでとかちゃんと計算できた人ですね。でも、まあ、自分の現実というか自分のシナリオは作れてもですね、神の現実、神のシナリオを読むことはできなかった。そして最後に神様を目に見える形で示してほしいとイエス様に迫っているわけですけれども、これもイエス様を通して神様を描いてほしかったですね。イエス・キリストはね、ご自分を通して神を信じてほしかった、そこに向かってほしかった、でもそれができなかったわけですね。イエス・キリストの弟子とは、まあ、先ほども言いましたけれども、このイエス様がフィリポとの関わりの中で、まあ聖書に書いてあった話はそんなに多くはないです。今もう取り上げたのは全てですから、それこそペトロのように山ほどいろいろ書いてるわけではありませんけれども、でもそのところどころにですね、フィリポという人の姿が、まあ、少し理解いただけたんじゃないかと思います。今度からフィリポってどんな人ですかって聞いたら、多分皆さんね、リアリストの人ですかみたいに言ってもらえたら私も嬉しいんですけど、まあもう来週忘れてるかもしれませんけども、でもそのフィリポという人をイエス様が一番知っておられたということですよ、ね、そして彼の弱点というかね、
その彼にはどういうことが足りないのかということを分かってらして、だからどこでパンを買ったらいいのかって質問されて、私たちの師であるイエス・キリストは弟子である私たちと共におられてですね、やはり同じように私たちの弱さ、私たちの足りなさを補うために授業をしてくださるということです。あなたならどうするか。私たちはフィリポのような弱点ではないかもしれません。それぞれに違う弱さを持っています。12人の弟子のことを学ぶと分かるんですけれども、それぞれに弱点を持っている。イエスはそれを見事に見抜いてですね、そしてそれを補うように訓練をなさるんですね。フィリポに対する訓練はそうだと。でも5つのパンと2匹の魚の時にフィリポにせっかくイエスも訓練されたのに、最後の最後までフィリポはそれを理解できなかったんですね。だからこんなに長くいるのに私を分からないのかと言ってですね、分かっていないのかと言って嘆かれたので、私たち嘆かれないように、結構その時はまずかったなと思うんですけどね、すぐ忘れちゃうんですけども、イエス様はこの弟子たちの弱さを覚えて訓練されるということですね。でこのフィリポに関して言えば、弟子たちが自分の世界を超えて神様の世界を生きるように導かれたということだと思うんです。やっぱりこれはその私たち人間の限界である弱さではあるわけですね。でも神様が描いておられるシナリオ、神様の現実とは違うんですね。この最後にありますイザヤ書の55章の9節に、天が地を高く超えているように私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。神の思いは私たちの思いとは違うんです。この違うというのはですね、それ私たちがこう描いていく延長線上にあるわけじゃないんです。こうなってこうなってこうなったら最後はうまくいくよって我々思いますけれどもね、そういう延長線上にはないんです。高く超えているっていうのはまさに私たちの思いもつかないというか、私たちがいくら頑張って、描いていたとしてもですね、それは決して描くことができない神の世界がそこにあるんです。神様に私たちは期待をすると信じるというのはですね、自分の思い、よく私申し上げることで、自分の思い通りに行くということが信じるということじゃないんです。この国のというかですね、いわゆる一般的な宗教というのは、信じたら自分の思いが叶うというのが宗教なんですよ。違いますか？ね？信じたらうまくいく、信じたら学校に通る、信じたら家内安全、商売繁盛だと、ね、信じたら自分の思いが叶う、これが宗教です。でも聖書は違うんですよ。イエス・キリストの世界は違うんですよ。信じたらあんたと違うことになるって言ってる。困っちゃうんです、ちょっとね、若干。思い通りにならないんですかと。そういうことなんです。いくら私たちが計算してこうなってこうなってこう、どうぞこうなりますようにっていう、こういう ねそういう気持ちでしょ。イエス・キリストはそれを超えてほしいと思ってらっしゃるんです。それを超えてほしい、あなたが思っていること以上のことが、だから先ほども読みましたけれども、その14章の12節に、もっと大きな技を行うようになるとまで言われてるんですね、イエス様。私の技を行い、そしてもっと大きな技を行うと。つまり、あなたが願っている、あなたが考えていることよりも、もっともっと大きなことが起こるでしょう。あなたが考えていることの全く思いもよらないようなことがあなたに用意されているんだと。天が地を高く超えているように、私の道はあなた方、あなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。だから私たちは神様に期待して、神様に信じて祈っていきます。それは私たちの予想、思い、シナリオ、現実を超えて
さらに素晴らしいことが行われるということを信じている。まあ、いい意味で私たちの期待を神様は裏切ってくださるんですね。それがキリストの弟子であるということの喜びなんです。イエス・キリストの弟子であるということは、イエス様についていったら自分の思いが叶うということではないんです。でもイエス・キリストの弟子はみんなそう思ってたんです。だからイエス様はそうではないということをですね、さまざまな場面で教えられたということ、まあ今日はフィリポの話をいたしました。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日も私たちがあなたの深いご配慮の中に、節理の中に、恵みの中に生かされておりますことを感謝をいたします。またあなたは私たち一人一人をあなたの弟子として召してくださいました。それは私たちを作り変えて、本当にあなたの世界の中を喜びと平安のうちに生きるためであります。決して我が思いが我が願いが成就するためではありません。私たちがいくら計算をしても果たせないことは山ほどあります。でも神様は私たちの思いを超えて高い計画を持っておられますから、それを信じて歩んでいくことができますように。イエス様の弟子として自分の現実ではなく神の現実を捉えて、またそれを願っていくものとならせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。